はい、クロアチア初日です。頑張ろう、澤田。まず開会式かな。そう、これから開会式へ向かいます。ぶっ放します。開会式ぶっ放す。おはよう、みんな。おはよう。もらいました、こういうの。松本くん、昨日は、昨日の夜はお疲れ様でした。ちょっと飲みすぎちゃいました。なんか楽しかった。バカ楽しかったね、昨日。今日頑張りますか。今日頑張っちゃうか。推薦でーす。身長高え、みんな。俺らちっちゃすぎる。続々と、続々。エアリーリングです。こうちゃん、続いて男子静岡県東亜王です。頑張って、頑張ってください。トヨタ社会クリーンシーズです。大変頑張って。続いて男子愛知県勤め サントリーさん、そうだ、そういつもお世話になっております。ブレモンさん、いつもお世話になってます。ストカもよく飲んでます。この前はレモンサワーの方もね、飲んでます。しっかり見てくれてた。しっかり見てくれてた。ローゼ、ローゼ久しぶり。やばいやばい。もう世代になったね。では一曲いこうか。どうぞ、頑張って。こんだけしてる。高校の先輩バイトに。おはようございます。すごい。よかったね。これマイクどっち使うの？どんな後輩でした？やばい、なんか後輩めっちゃ怒られた。厳しい系。厳しい系。やらかしてた。やらかしてた。わかります、わかります。ですよね、ですよね。はい、今1試合目ですけれども、開会式が終わって1試合目、もう今中盤ぐらいですね、1セット目の。我々は何試合目ですか？4試合目です。つまりかなり空く。かなり空きます。まだまだあるんでね。いやでもやっぱテレビで見てたこの会場に、今日は観戦ではなくて出場というところで。確かに。まだまだ信じられないんですけど。そうだね、まだ観戦気分なんですけど。確かに。それが頑張ってます。ざわついてる、ざわついてる。またどうぞ。関
行きます。今から行きます。ネシウス君ね。ネシウス君。ネシウス君。大会でネシウスみたいな。ネシウス。ネシウス。ネシウス君って言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、パンサーズとね、パンサーズと戦ってる。 YouTube 大丈夫ですか？ラストの順天か、なるほど。ぜひ、うちの応援もよろしくお願いします。聞いたことありますか？YouTube とかって言っても大丈夫ですか？NG は NG って言ってください。どちらの応援ですか？なんか全体的に。お、全体的にバレーボール見に来たみたいな。応援よろしくお願いします。すいません、お時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。なんかいいですね。よろしければ大人気だ。いいね。滝沢です。滝沢さん YouTube お疲れ様です。マジ何もしてないから。注目選手紹介してほしい。確かに注目選手。アイシンのやっぱやリベロ山本。来た山本君。山本君最後選手。中大のスーパーリベロ。すごかった。すごいごたいごたいごたいめっちゃこの型でスーパーリーグを連発してました。やばいやばい。デシュス負けてる。負けてる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 。ありがとうございます。すいません。また頑張りましょう、これからも。ホンダをよろしくお願いします。ネシウス君、ネシウス君、ネシウス君、ネシウス君。逆にファン。ちゃんと見てくれてる。すいません。はい、まだいいっすよ。マジですか？どういう話題ですか、それ？いいやつ、いいやつ、いいやつですか、本当に。最新の動画見たし。覚えてる。今バレーボール一番熱い。マジっすか？やばいでしょ、それ。それ、苦労した。いや、ほんとすいません、ただのホームビデオなんて。ただのホームビデオ。ナレーションがセクさんのナレーションやべえわ、それ、ほんとに、ありがとうございます、ほんとに。これマジで流行ってますよ。ほんとっすか？流行ってる。カイツさんとか見てる。え、マジで？え、あの、福山、カイツさん。マジで？確かに、ちょっと難しい。わかりました。100万人ぐらいいません？え？登録者100万人ぐらい。あ、5000人。かなり傾斜がある。ほら、決勝でやりましょう。うわ、いい、いいこと言う。ありがとうございます。決勝まで、あれだよ、当たんない、たぶん逆山。あ、来た、来た、来た、ちょっと、スイス福山さん、はじめまして。はじめまして。農家さん行ってこい。ハローエベル。ありがとうございます。今日どうでした、今日の試合は。そうですね、あの、まあ出だしとか怪しかったんですけど、終わりいけへんよ。まあ初戦なんで、そんなもんかな。え、なんか YouTube 見てるって聞いたんですけど。見ました。え、マジ予選の、予選ですか、なんか大会やってたじゃないですか。はい。毎週のことはできなかった。ドキュメンタリーみたいな。あ、日本一の道。あ、そう。え、見てくれる。いや、なんかそれがおすすめに出てて、めっちゃおもろいな。今度出てください、ぜひ。あ、もう撮ってるんですけど。今度出てください、ガッツリ。ナレーション好き。ナレーション好き。え、やばい、そうなの。やった、セクサー。あら、これ試合の内容とかは別にいいんですけど、あの、なんかこう、わかります、僕たちは。あのね、あの感じね。いや、嬉しい。ありがとうございます。また今後もよろしくお願いします。よっと、ありがとうございます。ゴーにもやっぱゴークは。僕、推薦チャンネル見てる？見てない。え、なんで見てる？この人から聞いた。え、誰誰？あ、福山さん。ナルシストから聞いた。ナルシスト。おお、ほんとに過激な。え、ゴン君とシュー太郎はどういう関係や？え、仲悪いよ。マブダチだよな。ちょっとじゃあ推薦まだ見てないみたいなんで。確かに。あ、ちょっとチャンネル登録させて。いや、それはやばい。え？ちょっと YouTube 開いて。いや、本当に大事な。何人？4000人。ありがとうございます。そうでしょ、そうでしょ。推薦って言ったら、はい、どうも。ただ、もう来た、チャンネル登録。うわ、うわ、うわ、行けるって。
小な位置、でかすぎる位置。さすが、やりますね、はい、それは。さすが。じゃあ、還元、はい、お願いします。大好き。還元、お願いします。もちろん。確かに。あのうちの夜のクロワシキっていうのを開催してて、ちょっと、夜のクロワシキある。夜のクロワシキ。限定のクロワシキ。昼だけで十分。昼だけで十分。昼で十分。夜のクロワシキ。夜のクロワシキ。夜はね、いつか引退したら、引退したら、オフのシーズンとか、ね、また、いや、本当、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、また頑張りましょう。ありがとうございました。うんちゃ、どうでした？1試合目。いや、マジ、危ないっすね。危ないっす、危ないっすか。1試合目、どうでしたか？いやちょっとみんな、初めて公式戦出るようなメンバーで、あー、なるほどね。緊張とかあったんですけど、まあ、勝ち切れたことが、うん、まあ、何よりいいかなと思いますね。よかった、トビちゃん。いや、大活躍だった、トビちゃん。大活躍だったよ。いや、僕良かったですね。うん、良かった。さすがのトビ。クロワシアやっぱ特別な感じだよね、やっぱり。いや、そうですね。学生の時は楽しい大会だったんですけど。あ、確かに。ちょっとね、やっぱ。追い側になると、ちょっと。だいぶ追いかけられる側で、ね、みんな ね、 なんかね、勢いがね。そうですね。で、今日、どことですか、パナ。ポーやるしかない。やるしかない。やるしかない。そのマインドが一番強いです。やるしかない。ありがとう。やっちゃう。じゃあ、とりあえず、決勝リーグで会いましょう。はい。会おう。ありがとう。ありがとう。ちょっと話しすぎじゃないですか。話しすぎじゃないですか。お世話になってます。あんた。あんた。ありがとうございます。引き続きは、ありがとうございました。小沢君、相当おでこ出てる。小沢君、お疲れ様でした。小沢さん。お疲れ様です。一生おめでとうございます。ありがとうございます。かわいい。皆さんもこれから頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張んなきゃ、それは。じゃあ、明日の意気込みを。頑張ります。あ、これ多分ファンが可愛いって、ファンが可愛いっていうやつ。トーレのファンの方が見てくれてるんで、かなり見てくれてる。そうなんですよ。トーレのファンがすごい見てくれてる。おかげですね。いや、なんかこういうなんか普段のプライベートな感じがね、いいみたいで、まだこれからも絡み続けるんで。引き続き。はい、続き。あ、待ってくれよ、ありがたい。まだ今後とも。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。今日しんどい、しんどい、しんどい。おととい寝ちゃって。マジよくやってたね、今日。しんどいね、それ。厳しい、厳しい。帰る、三島帰るわ。三島帰る。やり上がると思えないね。でも大活躍だったけどね。ね、噛みついてた。やばい。ネシウス君と観戦しております。ハロー、ね、我々でやる早稲田大学と富士通ですね。みんなで見てますか。こんな感じでやるチケットました。こうだ、こんな感じで見てますと。いい。お。一番深刻なの。院長先生、今日はありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、小松の状態は。ベースに仕上げます。史上最悪ですね。小松、何、どこが悪いの、小松。いや、もう全然硬いから。うん。全然テイクスしない。あ、そうです。このクロワ、7年前のクロワシ。パス対象して。で、それで、例えばバックセットとかフルネットがあったら、ユーザーがスイッチして、バックセットに行ったりとか。全員のレフトにする。タルミから前の時はタルミ。で、中本が前の時は中本。で、もう、終わらせて、最後の捕まえに行く。これで、うちが 120% こっちもいいプレー出さないとやっぱいけないから、向こうの対策ができないんですね。だからまずやっぱ一番は僕らの雰囲気作って、いいバージョンする。OK、うん。まあ、多少さ、対策はさ、見せてもまあしょうがないから、次切り替える、切り替える、いいかな。まずは自分たち雰囲気良くして、いいプレーこっちを出すっていうのを意識して、頑張っていこう。
どうですか OG として、ね、なんか私卒業生だけど一ファンみたいな感じで見てるからファンなんですね。すごいなって思って相変わらずなんかスパイクの音が強いな。スパイクの音すごい。めっちゃすごいよね。あ、ジンちゃんも高校時代はあんだけ強いスパイクが打てたと。私はスパイカーじゃない、スパイカーじゃないから打てないと。だけどあの重さを受けないといけなかったから。そうですね、腕が痛かったすごいスパイク。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ来ました。来ましたね、はい、本当に最高です。最高です。最高です。本当にもうね、ワクワクしてるのが伝わってきますよ。いやもう本当選手たちにね、いい思いさせてあげたいなと思って、ここまでチーム作ってきたんで。来ましたね。もうやるだけですね、あとは。いやもうあのね、どこのチームも僕らに期待してないと思うんですけど、まあ見といてくださいと。来た。まあ元々の土台一緒なんで、進んだ道はちょっと違いますけど、まあ、僕らは僕らなりにいろんな道をたどってここにたどり着いて、Vリーグのいろんなチームの皆さんとやっとここに同じ舞台に立つことができたんで、まあ立っただけじゃあんまり意味ないんでね、うん、はい、ここからぜひ、これこそ推薦の第2章なんで行きましょう。見てていただければなと。頑張りましょう。ういしゃ、ついに来ました黒和式。皆さん応援よろしくお願いしまーすこれもっと引っ張っていいですかこっちやるいや、パンサーやっぱパンサーだね。パンサーズ、じゃあ今日よろしくお願いします。おりとす。パンサーズ、仕上がってますか？いつも通りです。かっこいい。いつも通り。かっこいい。かけて全然上がんないけど。いいね、いいね。
ったことめっちゃ強い。超楽しかったです。ちょっとやっぱまあ格の違いは見せつけられましたが、ちょっとはやれたんじゃないかなとは思って、まあ、今日でクロワ式の思い出作りは終わりです。明日からはもう思い出なんかいらんって感じで勝ちに行くんで、引き続き応援よろしくお願いします。いや素晴らしいサーブとネッチと、あとサーブとね、サーブは正直ガチ攻めたんであんま何も持ってないですけど、ね、あのライト側からの、うん、もうまっすぐラインショット狙って、ラインショット狙ってちょっと目うまくいったからいけるかなって思った。今日10時くらいから昨日のミーティングするんで、それまでにご飯食べて、あのケア、あの私20日なんか何十年前か20年前かなんかに中太郎に始まったんですけど、結構多分ほぼ初めてです。これあのスイスに向けて一言お願いします。お疲れ様でした。どうですか今日は、どうでしたか。まあ、サントリー相手なんですけど、まあ、自分たちの力を出し切れて頑張れたと思います。素敵。え、何知り合いの弟の同級生。あ、そうなんだ。昔多分こんぐらいちっちゃかったんですけどこんなに大きくなでかくなっちゃった。すごいね、もうエースで見てたよ、ね、見てちゃダメですよ。スイゴスはファンが出待ちしてるんで待ってるもんね。違う違う、ファンは俺推薦のファンはいない。推薦のファンはいない。僕らも3位何回も見て、推薦のファンはいませんね。あいました。最後珍しいビリヤードもビリヤードもビリヤードよりあったダメ。お疲れ様でした。しずる、お疲れ。しずるがさ、初マネージャー席に。いや本当に来ました。ありがとう。本当にやばい、もう。いやすごいね、声すごいかけてくれてね。いやありがたいよ本当に。いいプレーをできるように声かけるしかないんです。まあ声かけるしてもね、もう盛り上げるしかないんですけど。いやそういうことだよね。求めてるのはね、声出すのがやっぱ大事ってことがすごい分かったよ、水星には特に。ありがとうございます本当に、ね、よかった。でも楽しかったね、なんか一応無事に終わったじゃん、そうだね、それがマジでよかった、うららちゃんもありがとう、来てくれて。もうね、もうバッチリ、もう目立ってた2人目立ってた、もうすぐ分かった、すぐ分かった、もうガチに、おガチにガチにちゃうね、あ、ガチにちゃうね、ちゃうね、楽しいね、まだまだありますから、楽しみましょう。ありがとうね、マジで応援、本当にもう最高だった。うららちゃんで撮ったもんね、今日はどうでした。今日ね、あのね、本当予想以上にね、すごい楽しめた、今日は。楽しくバレーできた。やっぱあのブロード、はい、そしてワンブレイクだけども3回サーブを打った、はい、あのシーン、いや一番盛り上がったんじゃない、正直。いやでもね、あれなんよ、あれがね、俺の役目なんで、はい、明日も頑張りましょう。明日も頑張ってください。あ、本田くん、お疲れ。今日どうだった。いやー、楽しかったですね。楽しかった。やっぱ4月から来て1ヶ月経たずにこんな場所に連れてきてもらった推薦というチームが大好きです。今日の反省結構多かった。動画撮り忘れ、応援し忘れ、ギブスつけ忘れ、レシピス電池切れ。ちょっとですね、明日のように対策をします、はい、そうだね、まあ、レシウス君が言ってたんですけど、うん、レシウス君って、まあ、昔はいろんなもの食べてたんですけど、うん、今は噂ですよ、うん、噂は炭酸電池らしいんですよ、4本噂だよね、噂。
あくまでね。あくまで。ただ、今日それが切れてしまって。あ、そうなんだ。らしくて、うん、勝手に欲しいらしいって言ってたんですよ。パナソニックの炭酸電池買ってました。お疲れ様でした。いや、あの見事な2アタック、しびれましたね。一緒の思いです。これからガソリンチャージしてね、うん、アルコールという名の。おガソリンチャージ、お珍しいじゃん。ちょっとテンション上がっちゃってるね。ストックかかってちょっと飲めないけど、まあみんな飲んでもらって。誰にかけられてるんですか？栄養士から。栄養士、はい、推薦の栄養士、厳しめの栄養士から。ジンジン。串の向こう側、そして大塚さん。大塚さん、しっかり食べましょう。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。食べよう。よっしゃ、はい、明日また頑張りましょう。はい、おはようございます、お疲れーす。勝つよ勝つよ勝つよ明日勝つよ。よし、今日頼もう。ハイボールで乾杯。何物多め女子だからさ。やべ、こんなに多め女子。そう、やばいな。あ、すいません。必要になってくると思うんですけど、試合中、うん、試合展開にもよると思うんですけど、最初の方はその今の決まり方でベランヒーとして、うん、でその相手がどういうことをやってくるかによって変えて、しかも明日もどこよりも楽しんで、よし、俺らが主役だということで、一回トレンドを見ましょう。マジで。部屋帰るでしょ。バレーボールってこれなんですね。配球の、つまりカラスの。沢田。はい。お疲れ。お疲れ様です。いや今日沢田。もう今日。最高だったよ沢田。今日ゴミだった本当に。なんで明日の富士通は。うん。まあ、あの僕後輩も出てるんで、うん、田中くんね、うん、綺麗に決めてやろうかな。行こうよ。かっこいい先輩見しちゃうかな。頼むわマジで。じゃあ沢田寝るか。あ、もう早く寝て明日に備えよう。せやな。じゃああの YouTuber のさよならの方法で。はい、ということで黒和式初日、ほんとたくさんの応援ありがとうございました。はい、じゃあ明日も相変わらず推薦らしく頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。そうだ、頑張れ。ではまた明日頑張りましょう。富士通戦、おやすみなさい。はいはい、もうほぼレッド。各種チャンネル登録、 YouTube 高評価、コメント、いいね、ガッツ待ってるよ。ちょっと ナイス、はい、ナイス、もうガッチ最高。